中期が記載されたドイツ発行の EU 運転免許証。ヨーロッパの運転免許とは、欧州経済領域内において、すでに用いられている様々な運転免許を置き換えるものである。免許証は、クレジットカード型で写真付き、さらにマイクロチップ付きのものもある。EEA 内に存在する300000人。 分110種類のプラスティック及び紙の免許を置き換えると紹介されている。主な目的は不正行為の危険性を下げることである。ヨーロッパの運転免許としての第一段階は、1980年12月4日に欧州連合理事会で採択された国家間共同の運転免許導入に関する指令、80-1263EEC である。その指令によって、 運転免許のコミュニティモデルが制定され、EEC 加盟国間での運転免許の相互承認が保障された。同時に EEC 加盟国間での移住による免許消化機会への実施も制定された。1991年7月29日には、運転免許に関する指令 91-439-EEC が採択された。 EEC 加盟国は1994年7月1日までにこの指令を法令化することが要求された。各国での法令は1996年7月1日に施行され、同日に指令 80-1263EEC は廃止となった。指令 91-439EEC は2013年1月19日に廃止されるまで、 ヨーロッパの運転免許の法令として有効であった。規定指令は EEC 加盟国間での運転免許の区分についても協議調整され、紙面によるものとプラスチックカードによる2種類の免許証を制定した。また、運転免許取得の際に学科試験と実地試験が義務付けられた。試験の際に、心身ともに運転に支障がない基準に達していること、 EEC 加盟国に居住していることも条件に含まれている。指令には運転免許の各種区分において取得できる最小年齢が明記され、数 A、C、D の区分においては小型、小出力と大型、大出力の段階を経ることが制定されている。改正9つの指令と2回の加盟国増加によって法令の改正がなされている。例えば、 プラスチックカードによる免許証は1996年7月23日の指令 96-47EC によって追加されている。2006年5月に欧州委員会から提出された EU、EEA 加盟国の110種類に及ぶ免許証をヨーロッパ共通の1種類の免許証に統合する案が欧州評議会で採択された。欧州議会も 同年12月に採択し、同月30日には EU 官報によって、指令 2006-126EEG が制定された。これは2013年1月19日に施行され、同日に指令 91-439EEG が廃止された。規定面挙匠は、クレジットカード型で表面に一層、プラスチックコートが施され、 カード自体を書き換えるなどの改ざんは困難になっている。更新は加盟国によって10年、または15年。さらにいくつかの加盟国では、カードにマイクロチップが埋め込まれたタイプもある。このタイプでは、警察官はどの国の免許でも自分の言語で免許情報にアクセスすることができ、EEA 加盟国内で使用される3種類のアルファベット表記の違いの問題も解消され、 非常に有用であると実証されている。加えて、免許証の各項目にはすべて統一の番号が振られている。このため警察は、電子アクセスしなくても最低限その場で、各項目の意味を理解できるようになっている。大型のカテゴリの場合、更新間隔は5年に限られ、更新ごとに健康診断を受ける必要がある。EEA との関連性指令には EEA についても含まれているが、 これはアイスランド、ノルウェー及びリヒテンシュタインも党規定を承認しているためである。施行指令は EU、EEA 加盟国で2011年1月19日までに法令化することが義務付けられ、戦術の通り2013年1月19日に施行された。施行以前に発行された免許証は2033年に無効となる予定である。 EU における自動車の分類上機の免許に加え、トラクター、大型自動二輪、動力車付きボート、自動三輪、戦車などの軍用車両といった国独自の免許が存在する。これらの免許は協議されていないため、免許証発行国内でのみ有効となる。スイスはエフタ加盟国であるが、EEA には非加盟である。しかしながら、 運転免許に関する法令はほぼ EU のものを準拠しており、ほとんどの EA 加盟国間と免許の書き換えができる。また2000年代からは自動車の分類及び免許証の形状について EU と同一のものを使用している。B ライセンスを得るためには18歳以上で救急救命講習の受講と視力検査に合格する必要がある。学科試験に合格すれば2年間有効の 練習用免許が得られる。練習用免許で運転練習する際は23歳以上で経験3年以上のものが同乗する必要がある。実地試験実施前に10時間以上の道路交通への熟知の学科講習が義務付けられる。実地講習は法的に義務付けられているわけではないが、実地試験合格のためには事実上の必須事項となっている。 実地試験合格後は3年間有効の初心運転者免許が交付される。制限なしの免許を得るためには、初心運転者期間のうちに重大な交通事故を起こしていないこと、少なくとも2日の運転練習をしていることが必要となる。自動二輪や大型自動車に関しては規定が異なり、また濃厚車に関しては免許なしで運転できる。2011年時点では45分間の 実地練習で約90スイスフラン、各種税金、学科講習、免許取得までには約600スイスフランがかかる。ただし、初心運転者期間の2日以上の練習はこの料金に含まれていない。学科試験はドイツ語、フランス語、またはイタリア語で受けることができ、英語での受験が可能な週もある。テンプレート、ヨーロッパトピックテンプレート、トラフィックローテンプレート、 ヨーロピアンユニオントピックスありがとうございます。